ハロー、新人バーチャル YouTuber のピエロだ。前置きは割愛します。第10位、フワちゃん。捕虜の腹跡を引きずり出して縄跳びしてるところを TikTok に上げてそう。第9位、佐藤龍太。捕虜の手足を縛り付けた状態でキャッチポールと称して高級をぶつけてきそう。 BGM にグリーンの奇跡流しそう。第8位、サンドイッチマン。趣味で拷問しそうな方と仕事で拷問しそうな方。世の中幸福そうって言われるけど、やっぱ一番幸福のって捕虜の頭に布をかぶせて上から水をかけるときだね。間違いないね。拷問途中で捕虜の心が折れて情報を吐いても、ちょっと何言ってるかわからないって言いながら拷問続行しそう。第7位、深川亮。お前の指、一本足りなくない？お前の指、一本足りなくない？第6位、アンタッチャブル山崎。拷問に道具を持ちなそう。くるーって言いながら、ひたすら左右の拳で順番に殴りつけてきそう。捕虜の心が折れて情報を吐いても、からのーって言いながら拷問続行しそう。第5位、さかなクン。捕虜に対して直接的な暴力は振らないけど、目の前でピラニアの水槽に生肉を放り込んで召されそう。よよ、お前も明日の朝にはお魚くんたちのご飯になってるんですね。第4位、オードリー。やあ皆さん、加減のできる男、春日ですよ。今日だけでも3人も壊してるんですけどもね。へえ。IKEA の椅子を壊すのと同じノリで人間を壊しそう。第3位、嵐の桜井くん。ラブソスイートを BGM しながら、捕虜の爪を順番に剥がしてきそう。それでも彼の心が折れないとスマホを見せてきそう。画面を見ると、妻子の枕元で包丁を持った大野くんが佇んでる映像が流れてきそう。彼の顔を覗き込んで、悔しいですよね、って聞いてきそう。第2位、渡辺陽一。確実に本番のやり方を知ってそう。あなたの仲間は、どこに隠れていますか？で質問してるうちに、捕虜の爪を全部剥がし終えてそう。第1位、中山きんに君。果たして君は生きて帰れるのかな？筋肉ルーレット、スタート！さあ、情報を吐くのかい、吐かないのかい、どっちなんだいって言いながら、捕虜の肘を両手で掴んだ後、待てなーいって叫んで、関節を逆向きに折り曲げそう。ここまではただの拷問。こっからがマグマなんです。ミュージック、スタート！Yeah!